皆さんどうも、フリージャーナリストの西谷文和と申します。私どもでですね、このストップ維新、住んでよかった大阪を作る市民連帯集会というのを企画してたんです。6月20日、大阪のエルシアターというところで企画してたんですが、残念ながらコロナでですね、ここは使えませんので、6月20日についてはですね、この YouTube で視聴していただくということで、オンラインで開催したいと思います。でその代わりですね、その9月17日の金曜日に集会を延期しまして、同じ場所、L 大阪ですね、天満橋駅から歩いて 2,3 分のところにあります。そこで、9月17日の金曜日、6時開場、6時半開演で集会をしたいと思いますので、ぜひそちらの方に参加いただけるようよろしくお願いをします。ですね、私どもですね、本当にこの維新のその政治のやり方についてもうずっと疑問を感じておりまして、特に今回ですね、大阪が東京を抜いて、死亡者が多い、あるいはその自宅で亡くなる方がいる。これはその大阪の特徴としてはですね、あまりにもリストラをしすぎた、病院を二重行政いらないと言って潰したりとかですね、皆さんご存知の方も少ないと思うんですけど、なんと看護学校も潰すんですよ。来年大阪府医師会看護学校、それから4年後に淀川区医師会看護学校も潰す。それはなぜかというと、補助金を切ったからなんですね、松井当時知事がね。つまり橋本徹さん、松井一郎さん、それから吉村さん、この3人に共通するのは、カジノとか万博には湯水のようにお金突っ込むけど、保健所はいらん、病院はいらん、それから看護師の人件費は押さえつける、それからその窓口のですね、その市役所の職員をクビにしてですね、なんとパソナが入ってるんですよ、大阪市の。でこのパソナの会長が竹中平蔵という人でね、この人がパソナからいっぱい金持ってるということなんですね。つまりですね、この橋本さんとか吉村さんが、公務員はいらんねんと、こういうことでその公共というものを破壊した結果、竹中平蔵のパソナが儲かってると、こういう仕組みなんですよ。なのでですね、このオリンピックもですね、万博もですね、これイベント型資本主義なんですね。つまりお祭りをすることで一部の、電通とかね、企業がだけが儲かって、で結局そのエッセンシャルワークというその看護師とか介護士とか、そういう人たちは非正規にして賃金低いまま押さえつけると、そういうことで格差が広がって、何でもかんでも民営化、何でもかんでも会社化というのが、維新のやり方だと、これにやっぱり私たちはその抵抗してですね、失われたものをもう一回取り戻そうじゃないかと、特に大阪の地下鉄は民営化されまして、で橋本さんや吉村さんは大阪の水道も狙ってるんですよ。でこれフランスのパリで水道を民営化した時に水道料金がガーンと上がりましてね、それで今パリでは水道を再公営化するということになりました。世界ではその一回民営化したものをもう一度公共に取り戻すと、こういうことが世界のトレンドになってるんですが、なんと大阪ではですね、せっかく公共のものを民間に委託する、そして一部の人が儲かると、で儲からない部分は切り捨てていくと、こういうことでこの大阪市を解体する構想が大阪都構想だったというふうに思うんですね。なのでこの何回否決されてもこだわっている、そういうやり方、汚いやり方ですね。勝つためには手段を選ばないというのが維新の特徴でして、例えば愛知県のそのリコール署名でも偽造してしまうと、河村さんなんかがね。でこの河村さんと橋本さんよく似てましてね、その当時河村さんと愛知県の大村知事は村コンビで仲良かったんですよ。ところが河村さんは手のひら返して大村知事をその批判してリコールまでやってしまうと。橋本徹さんは平松邦夫さんと仲良かったんですよ、邦夫ちゃん徹ちゃん言うて。ところが手のひら返して平松さんをもうものすごい攻撃をかけて名誉毀損までやって、つまりですね、敵対する人を作ってそれを叩いて自分たちのその人気を上げると。でテレビが面白がってそれを報道するから、なので作られた維新の人気があって、今でも吉村さん、橋本さんなんかはもうテレビに出ずっぱりで、いつ仕事してんねんと思いますけど、そういうそのしっかりした、政治をしてほしいと。で維新という軍団はですね、
政治家には一番向いてない人たちなんですよ。こういうことをやっぱり集会の中で、私たち共に学習して、そして次こそは騙されないということで、企画をしておりますので、ぜひ9月17日になりますけれども、天満橋の、L 大阪の L シアターで行いますので、こちらの方にご参加をよろしくお願いをいたします。